寝ながら聞ける。建築士独学道場。聞き流し。単元別。一文字一等です。通勤時間、通学時間、睡眠前など。寝ながらでも聞けます。受験生の貴重な時間を有効活用してください。今回は、学科さん、放棄、一般構造からです。さあ、始めます。 問い1共同住宅の居室の最高上有効な窓その他の開口部の面積は床面積の8分の1以上としなければならない解答×解説 法第十八条第一項。住宅の居室の最高上有効な開口部の面積は、居室の床面積の七分の一以上としなければならない。2> 問いに、有料老人ホームにおける寝室で入所する者の,の使用するもの、床面積三十五平方メートルには、 最高のための窓その他の開口部を設けその最高に有効な部分の面積は原則として5平方メートル以上としなければならない回答○丸解説 例題19条第1項、第2項第3項及び第3項、有料老人ホームは児童福祉施設等であり、その寝室、入所する者の,の使用する者に限る、は、居室の床面積の7分の1以上の最高に有効な開口部を有していなければならない。 問3学校の教室の開口部で最高に有効な部分の面積を算定する場合に用いる最高補正係数は地域または区域の区分に応じた所定の計算により求める回答 解説例題20条第2項最高補正係数は用途地域等の区分に応じた計算方法がそれぞれ定められているトイオン劇場の客席に設ける換気設備は機械換気設備 中央管理方式の空気調和設備、または所定の基準に適合するものとして、国土交通大臣の認定を受けたものでなければならない。回答。丸。解説。法第28条第3項。 例題20条の2第1号を括弧書き同号ろから二のいずれかに適合するものとしなければならない。問い寄宿者の寝室の外壁は遮音性能に関して所定の技術的基準に適合する構造としなくてもよい。 回答丸解説法第30条第1項第2項解壁を遮音性能に関して所定の技術的基準に適合するものとしなければならないのは長屋と共同住宅のみである問い 中学校の教室でその床面積が50平方メートルを超えるものにあっては天井の高さは3メートル以上でなければならない回答×解説 例題21条第1項。居室の天井の高さは、2.1メートル以上であればよい。問い7。一戸建て住宅の階段は、蹴上げ23センチメートル以下、踏み面15センチメートル以上としなければならない。 回答とうまるかい23条第1項正しがき1戸建て住宅の階段は蹴上げ23センチメートル以下、踏み面15センチメートル以上としなければならない問い8 中学校における生徒用の高さ3 5メートルの直階段の踊り場の踏みはは1 2メートル以上としなければならない回答とう解説例題23条第1項表 例二24条第1項及び第2項中学校における生徒用の直階段でその高さが3メートルを超えるものには高さ3メートル以内ごとに踊り場を設けその踏み幅は1 2メートル以上としなければならないという9 劇場における客用の屋内階段は幅 140cm 以上、毛上げ 18cm 以下、踏み面 24cm 以上としなければならない回答×解説 例二23条第1項表2踏み面の寸法は 26cm 以上としなければならない。と移住高さ 1m の階段には手すりを設けなくてもよい。 回答〇解説例題25条第1項及び第4項階段には原則として手すりを設けなければならないが、この規定は高さ1メートル以下の階段の部分には適用されない。以上で終わります。 お疲れ様でした。合格目指して頑張りましょう。